最近町内に野良猫が増えてて、うちの物置にも子猫が迷い込んでるんやけど、どうしたらいいんやろか。うちじゃ飼えへんから餌だけあげようかと思うんやけど。餌をあげる前によく考えた方がいいにゃ。今は子猫でも時期に妊娠してあっという間に増えてしまうにゃ。じゃあどうしたらいいんやろか。その子猫を面倒見てくれる人が見つかったら一番いいけど、餌をあげるなら不妊去勢手術もせえへんと猫にもご近所さんにも悪いことになるにゃ。猫にもご近所さんにもってどういうこと？野良猫が繁殖して増えると猫同士の縄張り争いや喧嘩で怪我をするし、猫白血病や猫エイズなどの病気が流行ってしまうにゃ。ご近所の花壇で糞をしたり車に爪を立てることもあるし、野良猫の問題はトラブルを招きやすいにゃ。確かに猫に餌をあげていてトラブルになっている人もいてるな。だから目の前の猫のことだけじゃなくて、野良猫を減らすための取り組みを考えていかへんとあかんにゃ。野良猫ってなんで増えるんやろ？やっぱり餌をあげる人がいるから？野良猫が増える原因は餌やりだけじゃないにゃ。放し飼いにされている飼い猫が野良猫と繁殖して増えることもあるにゃ。もともと野良猫は誰かの飼い猫が繁殖して生まれてきているにゃ。猫は外に出ないとかわいそうやと思って放している人もいるし、家の隙間から猫が自由に出入りしている場合もあるにゃ。じゃあ野良猫が増えているのはこの地域で猫を飼ってる人の責任なんやろか、それとも餌をあげている人の責任？野良猫には飼い主がいいひんから誰かの責任で解決できる問題じゃないにゃ。誰かがしてくれるんやなくて、野良猫に困って何とかしてと思っている人も、野良猫をかわいそうと思っている人も、関心のない人も、地域のみんなで猫が増える原因を解決して野良猫を減らすことを考えへんといけないにゃ。地域のみんなで考えなあかんの？猫が好きな人が考えたらいいんとちゃうの？野良猫の対策は時間がかかるにゃ。猫が好きな人は困っている人のことも考えなあかんし、困っている人は猫の世話をしている人の気持ちや活動を知っといてほしいにゃ。猫のためだけじゃなくて地域の環境を良くする視点が大切だにゃ。具体的にはどうやって取り組んでいけばいいんやろか。野良猫を減らすためにやってほしいことが3つあるにゃ。1つ目は餌やりのルールを決めること。2つ目は不妊去勢手術をすること。3つ目はトイレの管理をすることにゃ。餌やりのルールって餌あげてもいいんかな？困っている人には迷惑にならへん？餌あげるだけやと迷惑は減らへんから、被害を少なくするために適正な餌やりルールで猫を管理することが必要にゃ。適正な餌やりルールってどうすること？時間と場所を決めて餌をあげて、食べ終わったらすぐに片付けるにゃ。そうすると残った餌で汚れへんし、世話をする猫もその時間に集まるから野良猫を把握することができるし、不妊去勢手術のために捕まえることもできるにゃ。時間を決めずに餌が出しっぱなしやといつ食べに来るかもわからへんし、ハエが寄ってくるし、よそから来た野良猫が居ついてしまうこともあるにゃ。餌のあげ方も考えなあかんのやな。その通りにゃ。ルールを守らへんでバラバラに餌をあげてると野良猫の把握もできひんし、食べ残しで汚れていくし、猫を捕まえて不妊去勢手術することもできないにゃ。野良猫問題の解決がどんどん遠ざかってしまうにゃ。野良猫を不憫に思う気持ちはわかるけど、餌やってるだけやと結局猫のためにもならへんし、猫の被害もなくならへんから周りの人はますます困ってしまうにゃ。時間と場所を決めて餌をあげることが不妊去勢手術にもつながるんやな。その通りにゃ。野良猫を減らすためにやってほしいことの2つ目が不妊去勢手術にゃ。猫は繁殖して増えやすいから、手術して子猫が生まれへんようにすることが大切だにゃ。手術をすることで子猫が生まれへんだけじゃなくて、発情期の鳴き声もなくなるし、尿の匂いも薄くなるにゃ。いいこといっぱいあるな。でも手術して元いた場所に戻したら、手術したかどうかわからんようならへん？手術した猫がわかるように耳先を V 字にカットすることが多いんやけど、見たことないかにゃ？公園で見たことあるかも。花びらみたいやなって思ってた。手術を受けたことがわかる全国共通のサインだにゃ。あれは手術の目印なんや。痛くないんかな？麻酔して不妊去勢手術と一緒にカットするから痛くないにゃ。地域のみんなに見守られている印にゃ。そうなんや。
3つ目のトイレの管理はどういうことやろ？野良猫の世話をするときは猫のことだけじゃなくて糞尿の被害のことも考えないといけないにゃ。猫は柔らかい土や砂の上でトイレをするから雨がかからなくて餌場から少し離れた場所を選んでプランターか何かでトイレを用意するにゃ。トイレの掃除はどうしたらいいんやろ？ほっといたら土に変えるんやろか？トイレが汚れるとまた別の場所でするようになるからこまめに掃除することが大切にゃ。食事の後にトイレを使うことが多いから餌の時間と同じように掃除の時間も決めておくといいにゃ。餌やりのルールを決めることでトイレの管理もしやすくなるんや。3つの取り組みは全部つながってるんやな。その通りにゃ。野良猫を好きな人もそうでない人も含めて地域のみんなでルールを決めて取り組むことが大切だにゃ。地域主体で子猫を産んで増えへんように不妊去勢手術をして元いた場所で一代限り給餌給水やトイレのお世話をして野良猫の迷惑問題を少なくする地域活動を地域猫活動というにゃ。時間はかかるけど地域の環境を良くするために地域猫活動に取り組む自治会もあるにゃ。そうなんや。自治会やと手術費用はどうしてるんやろ？手術費用を自治会でやりくりしたり募金やバザーで集めたり自治体の補助金を活用したり動物愛護団体と連携している場合があるにゃ。一代限りって言うけど野良猫の寿命ってどれくらいなん？家から外に出ない猫の寿命は15年ぐらいで20歳以上まで生きることもあるけど野良猫の寿命は5年ぐらいって言われているにゃ。そんな違うんや。外で暮らしているから暑さや寒さも厳しいし交通事故にあったり喧嘩で怪我をしたり病気にかかることもあるにゃ。食べ物もあるかわからへんしカラスに狙われることもあるにゃ。かわいそうやな。外は危険が多いから家の中で飼う人が増えてるんやな。その通りにゃ。外で子猫を産んで野良猫を増やさへんだけやなくて何より飼い猫自身の健康のためにも家の中で飼うことが大切だにゃ。猫の飼い方についても地域で話していかなあかんな。野良猫の平均寿命が5年って言ってたけど野良猫の被害に遭っている人にとっては5年も待てへんのちゃうやろか？すぐに猫を処分したらいいと考える人もいると思うけど野良猫が増える原因を解決しひんと同じ問題が繰り返されるにゃ。猫の被害に困っている人もいれば猫を大事に思う人もいるし関心のない人もいるにゃ。猫を排除したいと考えたり手術するのはかわいそうやと思ったり考え方は人それぞれやけど地域の環境を良くするために猫と共生することを考えていかなあかんにゃ。そのための手法が餌やりのルールと不妊去勢手術とトイレの管理で地域で一代限り世話する野良猫を地域猫って言うんやな。目の前の猫のことだけじゃなくて野良猫が増える原因を解決せなあかんから地域のみんなで話し合いをするのが一番やと。その通りにゃ。地域猫について詳しく知りたい場合はお住まいの市区町村や動物愛護管理センターに相談してほしいにゃ。地域の活動が広がるように支援しているにゃ。